皆様、本日はご来場誠にありがとうございます。ジャパンショップ2023、JCD ブースの、トークショーをですね、ただいまより、始めたいと思います。本日、午前中ファシリテーターを務めさせていただきます、JCD の参上委員会委員長の蓮見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、こちらのブースなんですけれども、簡単にちょっと、概要を説明させていただきたいと思います。皆様から見て右手のですね、上にバナーがあると思いますけれども、JCD のですね、正会員さん、今注目される空間デザイナー30人展ということで、30人のデザイナーの方の作品を展示しております。それから2つ目は皆様の後方左手の壁面ですね。ずっと壁面をずっとたどるようにですね、プロダクトオブザイヤー2022、これはこれからお話しします、JCD の参上会員、の製品をですね、審査するアワードで、ございます。それの入賞製品、受賞製品を展示しております。3つ目はこのトークショーと、毎日、午前午後に分けまして、スケジュールを組んでおりますので、お時間ある限り、お聞きいただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですけれども、これからですね、プロダクトオブザイヤー2022のトークショーを、始めたいと思います。対談をしていただけるのはですね、野村メディアデザイン本部長、参上委員会ではですね、副委員長も務めていただいています斉藤忍さんにお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました、私は斉藤ですけれども、今からですね、ちょっと画面を切り替えまして、JCD のプロダクトオブザイヤー、これご存知の方もいるかと思いますし、あるいはプロダクトオブザイヤーって何なのと、そういう興味を持っていただいてまだよくご存知ない方もいらっしゃると思うので、今からちょっとご紹介をさせていただこうと思います。JCD ですね、我々の所属するこの協会全体にはですね、組織がこのようになってて、字はちょっと見えないと思いますけれども、いろんな活動をしています。そのうちの一部をちょっと拡大して事業部というふうに書いてますけど、こちらの方に、ご覧のようにデザイン賞委員会であったり、相談委員会、シンポジウム委員会、広報委員会、国際委員会、参上委員会、空間委員会、それと交流委員会、これだけのさまざまな活動をですね、行っております。その中に一つとして参上委員会というのがございます。はい、アンミさん何かありますか。いや大丈夫です。いろいろこういった事業部がある中で、コロナの中でですね、活発に活動できたところ、なかなか社会情勢許されなかったところ、いろいろありますけど、いろいろ切磋琢磨で、いろんな委員会で活動しています。はい、その中の参上委員会っていう中にはですね、参上委員会じゃない、 JCD の中にはですね、会員が大きく2種類あります。はい、正会員と参上会員ということで、正会員の方はですね、ざっくりとこう短く言うとですね、小環境の計画とかデザインとか設計をするデザイナーさんなどです。他の職種の方もいらっしゃいますけれども、主にはそういう方々と個人です。で、参上会員といいますのは、その小環境づくりの方をですね、関わる、メーカーさんとかものづくり系のですね、会社さん、が参上会員、こちらは企業になります。はい、JCD の会員数っていうことなんですが、丸か×かちょっと3つほどですね、用意しましたので、ご存じない方も一緒にちょっと考えていただきたいと思います。2020年以降ですね、正会員数は増えていないと。これ2020年ご存知のように、新型コロナという
感染症を発症しました。まあそういうことでね、経済活動も一時だいぶストップしたりとかしておりましたけども、まあそういう中で正会員はどうなんだろうと、増えてないのか、それともどうなのかと。で2番、参助会員数は2012年から10年間毎年増加している。毎年ですよ、毎年増加している、これ丸か×か。それと参助会員数は2012年からの10年間でほぼ倍の数になった、まあ、こんなことが実際あるんですかね。これ丸か×かということなんですが、委員長はこれお分かりですよね。はい、感覚的にもう分かります。はい、じゃあこの答えをですね、一緒にちょっと開けて見てみたいと思います。正解が下の2つですね、で不正解が1番目ということなんですね。でこれをですね、じゃあもう少し、じゃあ内容を本当かということで見てみたいと思います。左のグラフがですね、正会員数の推移ということで、2012年からの、10年間、どんな風になっているか、まあ、一番下は380名、460というメモリがついてますけれども、まあ、これ一時ですね、だいぶ2015、16年あたりまで減っていたんですけれども、2017年からはですね、基本的にはですね、増加しています。まあ、2019年のところから20年にかけて、まあ、一旦ガクンと落ちてますけども、これやはりコロナの影響というのが現れてますね。ただ基本的にはずっと増えているということです。しかも、まあ、大きく増えていると言ってもいいのではないかなと思います。で参助会員数の推移なんですけど、右側のグラフなんですね。でこれまあ、参助会員には全国会員し支部会員と2種類実はあるんですけども、合計した数、これグレーのまあ、棒になるんですけど、これ実はですね、毎年会員数が増加してるんですよ。こんなことは普通、まあ、ありえないんではないかなと思うんですけれども、それと2012年には124社だったのが、2022年度なんですけど、2年度現在228社ということで、もうこれほぼ倍ですよね。正確には倍ではないですけれども、まあ、それだけ今ですね、協会というのが非常に会員数も増加してますし、活動も活発に行われているという状況にあるというのが、分かっていただけるかなと思います。これはですね、参助会員さんの、これ全国の参助会員という方の方をですね、全部ロゴでこう並べてみたんですね。ちょっと時間かかりましたけども、まあご覧のように、まあ、皆さんがよくご存知の、まあ、大手 の, その会社さんもいれば、社員数も本当にごくわずかというところの小さな会社さんもいます。ただそれぞれが小環境づくりにおいては非常に大きな役割を、大きいかろうが小さかろうが、有名だろうが、まだ名前がそれほど知られてないところであろうが、すごく心強い会社がいっぱい揃っております。はい、参助会員になるとどんなメリットがあるのですか、ありますかということで、藤原副委員長はちょっといないんですけど、蓮見さんいかがですか、これ例えばいくつかちょっとご紹介いただきたいんです。はい、まずやっぱり参助委員会になりますと、参助会員になりますとですね、 JCD が発行している正会員の方々が持っている、もちろん参助企業も持っているんですが、名簿をいただけるんですね。でそれをもとにですね、まあ、本来、やらなければいけない営業ができると、まあ、それに伴っていい関係がですね、できるのかな。で JCD の、正会員の方々ですね、まあ、JCD の参助ですって言って営業行くとですね、大体聞いていただけますので、それは非常に有効なのかなと。でまたやっぱり自社でいろんなですね、展示会をやるとか、イベントごとの告知ですとか、そういうのも事務局を通じて発信していただけますし、そういったメリットもあるかと思います。はい、まあ、おさらいしますとですね、ここに書いてますけど、ほとんど委員長がしゃべったことなんですけれど、正会員デザイナーとの関係づくりとか交流ができますよ。それと会が発行する機関紙とか会員名簿、まあ、そういった情報をいただけますよ。
自社の情報を、会員の方に向けて発信できますよと、事務局の方でメール一斉配信等もやっていただけますし、まあ、協会のホームページとか通してですね、いろんな情報を発信できますよ。あと所属する本部並びに支部が行っている様々な活動、先ほどもまあそういった活動をいくつどんなのをやってるかっていうのをですね、組織でご紹介しましたけど、様々な活動に参加できる、まあ、そんなメリットがございます。はい、それではですね、ここから、プロダクトオブザイヤーっていうのがどんなワードなのかというところでちょっとご紹介をさせていただきます。はい、JCD プロダクトオブザイヤーっていうのはですね、JCD の正会員に向けて参上会員企業の優れた技術とかデザイン、に基づく製品を認知していただく絶好の機会であり、また、受賞製品入賞製品の、認知向上や PR について協会としても積極的にバックアップする、そういった取り組みになります。2007年から開催されてまして、2022年まで計16回アワードを開催しました。まあ、これに関しての、2022年度のご紹介はあちらのブースの方で、させていただいてます。はい、プロダクトオブザイヤーの審査方法とか審査員というのはどんな風になっているのかということですけれど、2020年まではですね、まあ、正会員、直近ではですね、大体約450名正会員がいらっしゃいますけど、まあ、その人たちの投票だけでですね、受賞製品を決めていた時代がずっと続いていたんですけれども、2021年からですね、2段階の審査を導入いたしました。その2段階二次審査、これ最終審査なんですけども、1次を通過して2次にエントリーした製品 の, 担当者の方が審査員へ直接プレゼンを行っていただき、それによって、受賞製品を、審査決定していただくと、まあ、そういう流れで、やっております。今ですね、一次審査、二次審査の話ですけど、これがですね、一次審査の時に正会員に、配布される、冊子になります。まあ、これミニチュア版なんですけど、実際は A4 台のものになります。これを正会員の方に投票していただいて、今映っている一次審査のところです。でこれの中から選ばれたものが二次審査に進むというような仕組みになっています。はい、今言葉でざっと説明したのはこのような流れでやっておりますよということです。まあ、最終的にはですね、1次2次の審査を行って、あとは表彰式というのもやっております。これがもう少し分かりやすいかなと思いまして、説明紹介させてもらいますけど、これがですね、二次審査の、フライヤーになります。ご覧のように、右側に5名の方の、二次審査員の方々、顔写真付きで出ていますけれども、2022年はですね、審査委員長は JCD の理事長の久保さん、あるいは、JCD で理事をされています織原さんということなんですが、積極的に、外部で一線で活躍されている、デザイナークリエイターの方を審査員に起用させてもらってます。そのうちの一人は、倉本仁さんですね。皆さんよくご存知と思いますけれども、グッドデザインなどでも審査をやられています。それと、ファッションデザイナーとプロダクトデザイナーという両方の面で活躍されてます、白木由美香さん、白木さんにも、審査員として審査に加わっていただきました。それとですね、日経 BP 社、日経デザインですね、日経デザインの編集長、花澤さんにも、二次審査に加わっていただきました。ということで、これが去年の二次審査の、審査員です。でここにちょっと書いてますけれども、
ライブ配信をですね、実施して、会場、来れない方にもですね、広く、その審査の様子を、ご覧いただきました。まあ、そんな方式でやっております。これはその、二次審査の、様子の、まあ、一部ですけれども、ご覧のようにですね、一番大きなこの写真 にありますように、製品の担当者の方が、スライドでですね、自社 の製品、こんな特徴がございます、こんなメリットがあります、まあ、そういったところをですね、実際にプレゼンしてもらってですね、その後質疑も時間もあるんですけれども、実際にですね、製品そのものであったりとか、あるいはまあ、モデル、ですね、サンプルとかモデル、まあ、そういったものをですね、会場に持ち込んでいただいて、まあ、実際に審査員の人もですね、直にそれを間近に見たり触ったり、まあ、そういう中でいろいろ質問をして受け答えをしてもらって、で非常にですから細やかに製品の特徴とか、をですね、把握していただいた中で、受賞製品を選んでいただいております。その結果が今年の受賞製品ということになります。会場はですね、JCD の事務局があります五反田の東京デザインセンター、そこの事務局の隣のですね、ギャラリーで、行いました。で、これは表彰式の様子ということで、これは今年の1月にですね、会場はやはり五反田のデザインセンターの地下のギャラリーといいますか、大きなホールですけれども、そちらの方で授賞式をやらせていただきました。まあ、こちらに写っている左の上はですね、受賞製品 の製品のご担当の方々、会場にお越しいただいたご担当の方々で、それ以外には、手にですね、盾といいますか、あそこにですね、アクリルで作っている受賞トロフィーといいますか、なんていうんですかね。あれをお渡ししてるんですけれども、盾じゃなくて盾でいいですかね。でいい、はいはい、まあ、表彰式でそういった賞を祝うということで、みんなで称えようということで、やっております。はい、なかなかコロナだったので、大勢の前で表彰式ができなくてですね、ちょっと辛かったんですけれども、今年の合宿交換会で、大勢の方の前で表彰できたというのは非常に良かったなというふうに思っています。はいはい、で二次の審査まで進んで、まあ、惜しくもその受賞にはならなかったけれどもというところで、そちらは入賞という形で今回もあちらの方に製品を展示させてもらっています。まあ、ということで今回受賞されたところがですね、こちらになります。グランプリ、準グランプリ、それとサステナブルプロダクト賞ですね、あちらの方にまさに展示されてますけれども、はい、今日この後 と、明日明後日の午前中ですけれども、各社さんのですね、プレゼンがございますので、そちらの方もお聞きいただけると嬉しく思います。はい、これちょっとちっちゃくなってしまいましたけど、今回展示してます入賞製品になります。はい、1,2,3,4,5,6,7 製品ですね。はい、それ と、サステナブルプロダクト部門の方の入賞製品、これまあ、先ほどの7製品とですね、2社さん2製品ほどは両方に入賞されてますけれども、4製品ですね、こちらの方も入賞製品として実際にご覧いただけます。プロダクトオブザイヤーでじゃあその受賞したらメリットはあるんですかということをちょっとですね、質問委員長にしてみたいと思いますけど、
かがですか。ですね、受賞してもですね、やっぱりお披露目の場がないとですね、なかなか広がっていかないということで、スケジュール的にはですね、受賞後ですね、商店建築に、掲載がされます。プロダクトオブザイヤーの結果ですね、がまず一つで、その後先ほど審査員のところでですね、ご紹介しました日経 BP 社の花澤編集長の方にもですね、ご講演いただきまして、日経デザインの方にもご紹介、紹介がされます。それと3つ目は今日こちらで、展示をしているジャパンショップでの展示、大きくこの3つが挙げられると思います。はい、じゃあその辺今委員長から紹介していただいたことをですね、繰り返しになってしまいますけど、正解デザイナーへの製品情報のアピール、それと、商店建築ですとか日経デザイン、そういったメディアへのですね、受賞製品の掲載、それとジャパンショップでの、今日この場ですけど、こういった 場でのアピール、それと協会ホームページを通した製品情報のアピール、このようなことができますよと。基本はこの協会という、ね、枠を超えて広く社会製品をアピールするという機会を設けております。いくつかですね、具体的にじゃあどんなんだということでイメージも少し分かるように説明します。これが商店建築の方ですね、2021年から3回ほど1月号の方に、受賞製品、あとは写真は受賞製品ですけれども、入賞製品も含めてご紹介してもらっています。これはですね、巻末の方のページには実際にカラー写真の方で製品の細かい特徴を紹介してもらっています。それと先ほど出ました日経デザインですね、日経デザインは12月号の方に、これすいません、ちょっと2023年12月って間違ってますけど、すいません、2021年と22年の12月号に掲載していただきました、取り上げていただきました。原沢編集長もね、直に審査員をやっていただきましたので、これすいません、中身は22年今回の受賞ではなくて昨年の受賞の記事です。はい、で原沢編集長の方で実際にそのプロダクトオブザイヤーを記事にしていただいてるんですね。なのでこれ日経クロストレンドといいまして、日経の情報誌の情報がですね、検索すると出てくるんですけれども、編集長が直に書いてもらっているようなこの、今回のグランプリの受賞製品のこちら出てますけれども、クリックすると詳しくね、その製品情報とか出してくれてるんですけど、そういったふうなところでも紹介を見ることができます。製品の情報を見ることができます。であと協会のホームページ、JCD のホームページぜひ一度ご覧いただきたいんですけど、去年リニューアルしまして、すごく見やすくなりました。情報も非常に整理されています。プロダクトオブザイヤー のページについてはこのようにですね、各年、どういった応募があったか、どういった製品が受賞したかというようなこともですね、アーカイブで全部見れますので、一度お時間あるときにね、ぜひご覧いただきたいと思います。で今回2022年の、受賞に至るまで の詳しい経緯ですとか、それの応募要項ですとか、いろいろ途中経過の情報がですね、全部ここで見れますので、公開してますので、ぜひご覧になってください。はい、ということでプロダクトオブザイヤーですね、いろいろ進化してきたというところはご説明させてもらいましたが、今後妄想でもいいんですけども、委員長によりもっとこうしていきたいなというところがあればですね、そうお聞きしたいと思います。はい、毎月1回ですね、参上委員会というのを、メンバーでいろいろこうやってます。で、このプロダクトオブザイヤーがですね、柱となってスケジュールを立てて取り組んでるんですけれども、
まあ、少しずつ今斉藤さん、おっしゃっていただいたように、レベルアップというかブラッシュアップというか、なっていってます。で盛り上がっていってるのでこの流れを止めたくないという思いも強く持ってまして、まあ、応募数をアップです。まずこれが測れないとなかなか盛り上がりもしないんですけど、今後というとですね、まあ、そういう意味では、まあ、記事からところで言いますと、私個人はですね、まあ、コロナも収束しますするでしょうし、二次審査の会場をですね、先ほど申し上げたグラフテックギャラリーというその5階の、スペースでやってたんですが、それをですね、地下の1階のガレリアホール、人がいっぱい集まれるところ、そこでやりたいなと。まあ、参上企業もですね、もちろん正会員さんもそうなんですけど、大勢いらっしゃるので、そういう場をぜひ見ていただきたいなというのがまずあります。それが一つ。次はですね、なかなか今後、すぐにできるかどうかっていうのはあるんですけども、二次審査の審査員の方も外部の方にも入っていただいてますし、やっぱりどんどん公開をしていきたいなと、また行かなきゃいけないなっていう思いもありまして、その辺を、そうするとですね、参助会員以外の応募の企業の方とか、まあ、商店検知とかいろいろこう外部媒体に、目に触れてますので、だん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 認知していただけるので、まあ、そういう方にも応募のチャンスというのは与えてもいいのかなと思いながらも、そこをどうしていくのかっていう、まあ、参上企業に入っていただきたいという思いもありますし、まあ、とにかくですね、そんないろんな広げる取り組みをしまして、やっていければな、まあ、審査方法もですね今のままでいいのかなっていう思いもありますし、もうちょっとこう本当に公開の場っていうのは考えてもいいのかなと思います。なので、今後とも、参上委員会はじめメンバーはじめ皆さんのお知恵とお力をお借りしたいなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。こんなところでもお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、ということで、まあ、ご来場の方々の中で、JCD の会員ではないけれども非常に興味を持っていただいた方がいらっしゃれば、今日JCD の赤いパンフレット活動が詳しくですね載っております。あ、そうですね、ちょっとこちら の JCD って目立つこのパンフレットをぜひ持って帰っていただいて、参助会員問い合わせでも結構ですし応募していただければなと思います。でこれ最後のページですけれど、このか期間中ですね、この会場でトークラウンジでのですね、さまざまなトークがあるんですけれども、こんなふうなスケジュールになっています。まあ、今この11時からとやってますけれども、このあと11時45分からはですね、準グランプリのプレゼンということで DN ライティングさん、明日はですね3月1日は、午前中11時から、サステナブルプロダクトショーということで、安藤 C 株式会社さんによるプレゼンがございます。それと同じ日11時45分準グランプリ、としまして YSM さん、アンドオン、こちらの製品のプレゼンテーションがございます。で3月2日ですけれども、グランプリの製品ですね、株式会社水田製作所さんでこちらの方 のプレゼンがございます。でそれに続きまして11時45分から、先ほども紹介しました審査員対談ということで、ゲスト審査員の倉本仁さん、それと白木由美香さんもこちらの会場に来ていただきます。ということで今回の審査について対談ということでこの場でやらせていただきますので、ご興味ある方はぜひもう一度いらっしゃっていただければ、あるいは他の方にもですねこういったのやってるよということを教えていただけるとありがたいと思います。まあそんなことで何か補足ありますか。はい、そうです、今お話しいただいた通りなんですけれども、私個人としてはやっぱり審査員の対談
ここ私またモデレーターを務めさせていただくんですけれども、まあ、審査のあり方含め、いろんな審査員の方のご意見が聞かれて、まあ、私自身も勉強になるかなというふうに思っています。そんなところですかね。はい、あとちょっとだけ全然違う話なんです。先ほど斉藤さんの話の中で GCD の会員とかがどんどん増えているというのは、特にですね、久保田理事長の意向もあってですね、やっぱ若い方が増えてるなっていう正会員の方です。でまた三条会員の方もですね、入る三条企業がポンと入るのではなくてですね、三条企業の声かけだとか、また正会員さんからの先生とか声かけとか、そういうのが非常に活発でどんどん増えていってます。なので結構横のつながりというかですね、三条同士のつながりもありますし、そもそも三条委員会っていう委員会がある企業、組合さんとか協会さんというのはそう多くないと思いますので、そういう意味では、非常に、なんて言うんでしょうか、取り組みやすいというか親しみが覚える協会だなっていうふうに私も三条会員の一員として思っております。ので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。で以上プロダクトオブザイヤーのご紹介ということでやらせてもらいました。でこの会場の中にはですね、皆さんご覧になってますけれども、注目のデザイナー30人展というのをやっておりまして、ここではちょっと省略してますけど、午後その30人の方の一部の方がですね、毎日、この場所でプレゼンがありますので、そちらの方も、注目していただきたいと思います。はい、以上になります。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。斉藤さんありがとうございました。以上であります。ありがとうございました。次は45分から TN ライティングさんが始まります。